バスク紛争とは1959年から始まったスペイン・フランス両国からのバスク地方の独立を目的とした武装闘争。スペイン ETA 紛争とも称される。北アイルランド紛争やコルシカ島のアレリア闘争と共にヨーロッパにおける民族解放闘争の一つとして知られている。ETA の壁画集会を規制するエルサイン・ザ・スペイン内戦時バスク地方は フランシスコ・フランコ政権下に陥落し、バスク固有の文化への弾圧を受けたたものの、1952年にアイルランド共和軍を参考にしたバスク祖国と自由の全身団体が誕生し、バスク愛国民族主義党の青年部の指導者が初期の指導部となった。彼らは反フランコ政権そして反独裁政権を掲げ、1959年から1962年に、 かけ正式に ETA としての形が出来上がった。ETA は1961年7月16日、スペイン内戦の記念式典に参加していた旧フランコ派の兵士たちが乗った列車に爆発物を仕掛けた。このテロに対してスペイン当局は ETA の活動家たちを次々と逮捕し、長期刑に処置した。ETA はその後も警察の拷問を含めた弾圧を受けるも、 キューバ革命に触発されたバスク大衆の民族運動も激しくなり、治安部隊と ETA の銃撃戦、暗殺、刑務所への襲撃が発生するようになった。1973年、ETA はスペイン首相のルイス・カレー・ロブランコを彼が乗った車をマドリードで爆破することで殺害。1975年にフランシスコ・フランコが病死し、 1977年にはバスク地方にて初の総選挙が実施された。バスク地方の民族主義を掲げた左派政党が勝利を収め、バスク地方は正式な自治区として認められるようになったが、1978年のスペイン新憲法ではバスク人をスペイン人として扱う方針としたことでバスク地方での反対運動が発生した。1983年、 スペイン当局は非公式に反テロリスト解放グループを創設。ギャルは南フランスで活動する ETA 活動家を高額な報酬で暗殺し、ETA 側もギャルの指導者を暗殺するなどして対抗した。このようなギャルの暗殺は1987年に解散するまで続いた。またギャルの指導者らはその翌年の1988年に逮捕され、 長期刑に服している。1987年には ETA の最高指導者、ドミンゴ・イツルベア・パソロが亡命先のアルジェリアで事故死したことから後継者としてフランシスコ・ムヒカ・ガルメンディアが指名されたが、1992年にガルメンディア他主要な幹部がフランスの大テロ特殊部隊及び国境警備隊に逮捕され、組織の再編に取り組んだイニアキ・ビルバオもまた、 フランス警察に逮捕されたことにより、ETA は一時壊滅状態に陥った。冷戦が集結し、2001年、アメリカ同時多発テロによるイスラム過激派の台頭や1998年の北アイルランド問題の和解などで、テロリズムの流れが変わった後も ETA は活動を続行していた。しかし2006年マドリード・バラハス空港爆弾事件や、 クアルディアシビル隊員射殺事件の死亡格として、フランス警察とスペインチアン警察が2008年11月に ETA コマンド部隊の主要人物であるミゲル、カリコイツアスピアスルビーナを逮捕。2009年にはパルマノバ爆弾事件を起こすも、実行犯は2009年から2010年の間に逮捕された。その際に、フランス国内にあった12カ所の小規模なアジトが、 発覚し、大量の爆発物が押収された。その後2011年10月に ETA は休戦を発表し、2014年には専門家らによる国際検証委員会に武器の一部を提出する動画を発表した。ETA によるテロが原因で343人もの民間人が殺害され、治安部隊は486人の犠牲者を出した。一方で、 ETA 側は治安部隊の攻撃を受け約400人が死亡し4250人が負傷3万人ほどの逮捕者を出した。以下の事件は発生当初 ETA によるテロリズムと疑われたが後に他の武装勢力によるものと判明した。ありがとうございます。